チョッパーはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はミシシッピ川流域に生息する魚のチョッパーにちなんで命名された。チョッパーは1944年3月2日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1945年2月4日に GSBB 夫人によって命名浸水し、 1945年5月25日に、艦長 S ・フイリポン少佐の指揮下収益する。収益後は1945年7月4日に、ニューロンドンを出港し、真珠湾に向かう。真珠湾には9月21日から10月24日まで、泊まり、10月30日に母港に指定された、カリフォルニア州サンディエゴに到着した。1946年1月2日に、 フィリピンに向けて出港し、フィリピンで訓練及び近海での作戦活動に、10時5月11日に、サンディエゴに帰還支援岸での活動を始める。1947年7月28日から11月9日まで、中国近海での模擬紹介を行う。1948年まで、 西海岸での作戦活動に従事し、1949年3月14日にサンディエゴを出港、新たな母港のフロリダ州キーウェストに向かい4月4日に到着した。フロリダ海域及びカリブ海で作戦活動を続けた後、1950年9月15日にエレクトリックボート社のドックに入居、近代化改修が行われた。 作業が完了し、チョッパーは1951年5月23日に艦隊での任務に復帰した。チョッパーは1952年1月7日にキーウェストを出港し、5月20日まで地中海での任務にあたる。沿岸での作戦活動を再開し、その後9月12日から10月14日まで、NATO の作戦活動に参加した。 その後キューバのグアンタナモ湾への頻繁な巡航と沿岸での作戦活動を継続し、1959年5月25日に地中海での特別演習に参加、8月9日にキーウェストに帰還した。1960年を通じてチョッパーはフロリダ沖及びカリブ海での作戦活動を継続し、演習ではしばしば水上艦の標的艦を演じた。 1969年2月11日、キューバの沖合で、駆逐艦ホーキンスとともに、対潜水艦船演習に参加していたチョッパーは、潜行中に電力を失うという事故に遭遇する。チョッパーは150フィートの海中を7から9ノットの速度で、わずか下方に向かって航行していた。数秒の間に、チョッパーの角度は45度まで下がり、 艦首は440フィートの深さまで沈み込んだ。電力が失われたため司令塔から機関室への指令を行うことができなかったが、機関室の可視官は独自に全力で両方の機関を交代させるように命じた。機関の全速交代及びバラストブロー、その他の回復の努力にかかわらず、船体の加工角度は増加し続けた。動力を失って1分足らずの間に、 チョッパーはほぼ垂直の状態に陥った。チョッパーの艦首は1011フィートに達し、完備は720フィートとなった。乗組員の復旧努力は効果を表し始めた。チョッパーは推進力を失い沈み続け、そして更新し始めた。艦首は上昇し、水平に達した。チョッパーは急速に上昇し始め、今度は艦首を上にして、 ほぼ垂直状態となった。電力を失ってから約2分後、チョッパーはほぼ垂直状態で海面に飛び出した。艦が水上に飛び出る前に、艦前方の機材の大半は艦の後方に移動してしまった。チョッパーは勢いづいて約200フィートの深さまで沈み、横ばいになって海面に浮上した。チョッパーは自力で港に帰還した。損害を調査すると、 深海への潜水及び急浮上によって、船体構造に広範囲な損傷が確認された。チョッパーは1969年9月15日に退役した。チョッパーは、アグスマイナス342に艦首変更され、ルイジアナ州ニューオーリンズで海軍予備役兵のための訓練艦として、訓練プログラムが終了する1971年まで使用された。 その後ナインスマス三百3 4 2に艦種変更され、不要、救助訓練に使用された。1976年、チョッパーは標的艦としての回収が行われ、スペードフィッシュによる雷撃が行われた。1976年7月21日、スペードフィッシュがチョッパーに魚雷を命中させ、チョッパーは沈没した。トム・クランシーの小説。 レッド・オクトーバーを終え。では、ソ連のアルファ級原子力潜水艦の運命についての議論が行われる場面で、1969年のチョッパーの事故について触れられている。ありがとうございます。